シリコンリムーバーを拭きの拭きのハリーのデカリーノ太一ゼニスフォックス普通自動2連令和元年6月26日わーパチ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 どん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 はいこの色見てくださいおまけでゴールドですよゴールド見てくださいこれおまけでゴールドこれも祝杯ですよ祝杯今最高潮です私はい普通自動二輪はい表示出ましたよでですねあまりに嬉しくてですねエルボーガードとニープロテクター買いましたはいこれバイク乗りのたしなみですよねですよね皆さんやっぱ膝とかすりますよね何が起こるか分かんねえしでジャケットですけどねジャケットはですね結局バイク用品屋で1時間ぐらい悩んでですねまあこれから暑いしっていうのでこのエアパーカですか XL ですねはい太一ですよ太一某音楽グループの太一じゃないですよやっぱりバイクのねこういう用品太一最高ですからねプロテクター結構いいしですねはいここ肘入ってるしあと背中にも脊髄パッドまあ薄めの入ってますよねカッターっていうかねカッターっていうか上の方にも少し入ってるんですけどまあこれはいずれ胸のプロテクターインナーでちょっとまあバイク用品屋にねゴールド免許持って嬉しくてねまあ1時間ぐらい悩んでねこの太一のこのエアパーカですかしたんですよねあと本当はね胸のこのパッドですかこれも買おうと思ったんですけど全部一気に買うとねまあ金額も結構いっちゃうしなんか面白くねえなっていうのでちょっとずつつけようととりあえず思いましたね肘膝あとこのフォックスのブーツですかまあ足首ぐらいしかまでぐらいしかいかないですけどねとりあえずこれでまあ最低限は揃ったかなって感じですねおそらくですけどね明日バイク納車できると思うんですよねただ今日バイク屋行ったんですけど休み忘れてて、連絡してないんで明日朝一に10時にバイク屋の親父に頼むから今日中に納車してくれって明日言うと明日のまあ夕方までは持ってきてくれると思うんですけどねはいでなんでこんだけこの用品買ったかって言ったらですね納車されてすぐに向かう場所が場所なんでやっぱこれいるだろうっていうので買ってきましたはいもう転ぶの前提です一応ねまだね子供もちっちゃいしねローンも残ってるしまだ死ねないっていうのもあるしねかといってやっぱバイク楽しいですよねあれもバイク乗りしか分かんないですけどねこれはこればっかりははいバイク好きでもない人に言ってもしゃあない話ですこれはとうとうまたこっち側に私も来ましたよ本当はですよね実のところ今新型の刀とかありますよね本当は刀とかも欲しいんですよねただね刀買っちゃうとねポルシェノリと勝負しなきゃいけなくなっちゃうんでねでもあれですよねバイク用品ってまあこれだけでも高がこれだけですよね本当はもうあとジャケット2つは欲しいですよね本当のガチガチのねここね型にねもうメタルついたやつとかねそういうのをまず一つ欲しいですあと太一じゃなくなんだっけなコミケじゃなくてなんかありますよねそのまあまあ安くても、全部コルセット入ってるやつですねもうメッシュ式の軽いやつで、まあ、結構安いやつであとロングブーツ欲しいしあと私雨の日でも行きたいと思うんで雨の日でも出かけますからやっぱりレインコートですよね上下いるしでグローブも雨対応欲しいしあとメットですねもうねゼニスね見てくださいまあこれ5、6年経ったんかなちょっと何年だか忘れたんですけどもう剥げてんですよやっぱ粗悪ってわけじゃないんですけどまあ経年劣化だと思うんですけど洗いのヘルメットとかも年数経つとこうなるんですかね省エイとか、
今度ねこれゼニス安かったんで2万しなかったと思うんですけど、したかな。今度はちょっと奮発して荒井のヘルメット、まあ5万前後のやつやっぱ欲しいなと思います。でこれもですね、ここまであのなんていうか外付けの強いやつじゃなくて逆に薄めのインナーで着るようなやつも欲しいし、このバイクってそのバイク自体のカスタムよりもなんか着るものにかかりますよね。でこの胸もいるし、でこの胸のやつですね、このセパレートじゃなくて、あらららいりますね、これ胸入ってないですね、このガードが。これ早急にいりますね。あの分割式じゃないやつで1万円でこの胸だけのやつあったんですけど、二宮さんの館内放送で見たんですけど、この胸ガードしてさらに脇腹ガードするやつあるじゃないですか、あれ最新式のやつ、わいいなと思って、私もそれ買おうかなってとりあえず思ってます。いやー、またゼロからスタートなんでバイク生活が、だからその用品だけで軽く20万突破ですよね。30万近くいくんじゃないですか。で私あのモトブログ始めるつもりじゃないんですけど、念願の GoPro ですか、 GoPro も買わなきゃいけないし、そのアクセサリーもいることになるし、その GoPro だけでも 7,8 万かかりますよね、はい、アクセサリー類とか入れたら。だから、全然ですよねこれ、はい、全くです、すいません。まだバイク初心者でやっと駆け出しですから、いろいろバイクの諸先輩方に習いたいですね。でズボンパンツの方買ってないですもんね。まあパンツはね、カーゴパンツのちょっとブカッとした分厚いやつ入って、中にこういうガードすれば、まあとりあえずは助かるんじゃないかなとは思ってますけど、はい、いやもう夢膨らみますよ本当に。はい、とりあえずね、ゴールド免許を取得して、明日からの、バイク生活に夢見る活動っていう、そういうブログでした。ご視聴ありがとう。